うまい、うまい、美味しいです、ね、美味しいです。どう美味しいかな、どう美味しいかな、あ、野菜の味、野菜の味があると思う。そうそう、これはね、大人が言わしたいっていうね、下心が見え見えだよね。そうだよね。キャベツの甘み、うん、今そのまま出てます。すぐコショウ入れたり、いろいろしちゃうじゃないですか。そうですよね、コショウ入れたり、ついつい入れちゃうんだよね。全くないお味、自然の味。そうですか、やっぱこうやって自然の味って懐かしいですか。懐かしい、できないね、自分の。できない、つい自分の味つけちゃうから。あ、つけちゃうんだよね、はい、なかなかここまでシンプルにできない。できないって思うんだよ。そう、じゃあ塩分を控えめ控えめと病気を言われても、もう何70年も生きてると自分の味ができちゃうから、うん、固定観念のことつけちゃうじゃないですか。そうですね、うん、もういただきました。大変美味しかった。味のなんていうかな、自然さがたまんないですね。食べるときあっという間だけどね。で、後片付けがまた大変なんだ。でもほら、器は洗わないで済むからね。あ、そうか、産地直送取れたて野菜の販売と、農業組合法人農業資源活用生産組合っていうと、はい、なんか名前が難しいんですけど。ああ、そうです ね長い感じですけど、はい、どこが中心なんですか。活動基本的に活動の中心は千葉県の銚子市で。あ、そうなんですか、はい、で、私たちの団体は、はい、中央区の学校給食の食品残差を、堆肥化しまして、それを畑に還元します。そこでできたキャベツがこのキャベツ、皆さんの生ゴミでできたキャベツ。あ、じゃあさっき食べたキャベツね。そうです、はい。あ、そうなんだ、はい、あ、それがもうちゃんと畑の方に行ってるんだ。そうです。うわー、そういうことか、それが循環してるんだね。はい、そうです。わかりました。じゃあ一年中お世話になってるってことね。そうです。わかりました。はい、じゃあ今日もご苦労様です。なんかいつも特別だと思ったらそうじゃないんだ。一年中学校給食でお世話になってるんだ。そうですね、わかりました。学校給食、学校の給食、子どもたちは私たちのキャベツを食べてるんだね、はい、あ、そうか、大人たちが食べるチャンスってないの。チャンスはこういった場所しかないんですけど。ああ、そうか、こういう時しか。次はいつ出てくるの。次出てくるのは、ここは1年に1回なので、あとは築地の本願寺の、うん、あの月に1回、あんどん朝市っていうところに